テオドルス1世は642年11月24日から649年5月14日まで在位したローマ教皇。ギリシア人と考えられているが、生まれたのはパレスチナであり、司教の子として生まれた。642年11月24日にヨハネス4世の後を継いでローマ教皇となった。彼の選出は、 東ローマ帝国のラベンナ総督によって支持されたが、これはおそらくテオドルスが、キリシャ人であったためと思われる。在位中、単位論と戦い続ける。東ローマ皇帝コンスタンス2世に、ヘラクレオスが出した単位論の主要文献となっていた、エクテシスを撤回するよう迫ったが、皇帝は応じなかった。西方では、単位論への反対が強まっていった。ピロスは四十五年に、 単位論を一旦撤回したが、すぐに単位論の指示に帰ったため、テオドルスから648年に破門された。テオドルスの単位論への厳しい態度は皇帝をはじめとする単位論支持者から激しい反発を買い、東ローマ帝国から出されたエクテシスに続く文書で、あるティポスにおける非難が向けられたが、テオドルス自身が破門されたとみなし得るかどうかは、確かではない。 アンティオキア総主教パブロスをコンスタンディヌーポリ総主教と認めることを拒絶したが、これは全民の総主教ピロスが罷免されたことが、教会法に違反していたためであった。テオドルス一世は649年に、エクテシスを非難するためのラテラン公会議を開催することを計画したが、その招集の前に死去してしまい、公認のマルティヌス一世が実現した。テオドルス一世は、 サンピエトロ大聖堂に葬られている。ありがとうございます。